NHK のニュースとか報道局っていうのは小池さんっていう人がいて、その人がですね、編集局長かなんかやってるんですよね。でもうそれが完全に安倍さんのあれだから、 NHK ニュースが本当にひどくなったじゃないですか、夜のニュース。でそれはそこでやっぱり抑えてるわけです。で今報道ステーションまでどうも陥落しちゃったみたいだっていうようなことありますけれども、で何やってるかって言ったら、政治部とか報道局っていうところを抑えれば都合の悪いニュースが出ないし、出るとしてもガス抜きみたいにちょっと深夜11時のニュースに出るみたいなね。この間の尾長さんの県民葬の時に菅さんがヤジ飛ばされてたの、NHK の夜7時のニュースとかでやらなかったってね、どう考えたってニュースバリあるじゃないですか。他国じゃ考えられないですね、あれを報道しないっていうのは。県民葬を報道してヤジを報道しないっていうのはありえないわけですね。でそれはまあ忖度以上の何かが働いてるとしか言わないわけですけれども、でだけど夜の11時のニュースにはアリバイ作り的に流すとかね、まあいじましいわけですよ。でもそういったような形で抑えられちゃってるわけです。でじゃあなんでそれにもかかわらず 森友が出てきてかったら、籠池さんのおかげなんですよ。籠池さんあんまりにも狂ってるから、いわゆる芸能欄とかですね、ワイドショー枠で出てきちゃったんですね、社会面ネタとか。だから政治部のネタじゃないわけです。でこれ今だと笑い話にもなっちゃうし、まあ籠池さんも随分改心したみたいだからあれですけど、まあやってたことは児童虐待じゃないですか。愛国小学校で教育職を暗唱させたり、安倍総理万歳とか運動会でやってるとか。ただあまりにも異様なので、そのコントロールが効いてなかったその芸能ネタみたいなところで出ちゃったらですね、視聴率は取れるわ、雑誌は売れるわっていうことで、それでこれはやらざるを得ないってなったわけですね。しかもそうやって出てきたら国会で野党議員が追及できますから、でそうなるとこう歯車が回り出しちゃって、安倍さんは急にそれまでなかったような形でガタガタガタっと来たのが、そうやって始まっていったわけです。で追い込まれたので求心力を高めるために会見をやるのは俺だぞってやったわけですね。要は党内で先ほど申し上げたように日本会系が主流化しちゃってますから、特にその政党、議会の中の自民党国会議員たちっていうのを見ると、だから最大派閥は日本会議系みたいな、そんな感じになってるわけですよ。でそういうような状況の中でやっぱり引き締めを図ると、要は求心力を高めて会見やりたいんだろうって、だったら俺を支える以外ないぞというようなことをやったっていうのでアクセルを踏み出したわけです。でそれをやったにもかかわらずなかなかうまくいかないから、内閣改造やったりとかですね、あるいは北朝鮮の危機使って J アラートだなんだって大騒ぎして、で挙句の果てには、まあ、小池百合子さんの奇妙な動きっていうのを見出してですね、国難突破解散とかって何とかを言って解散をして、でもそれでもまだうまくいかなくて、今年に入って通常国会が始まる段階から厚生労働省の不正データの話が出てきて、働き方改革もガタつき出していうようなことで、もうこの間ずっとガタ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 してるわけです。それでまあ逃げるように通常国会をまた終えたと思ったら、今度はまあ総裁選賛成に向けてっていうようなことで、まあ引き締めて、で恫喝だなんだって言って自民党の中から出てきたじゃないですか。神戸の市議会議員だったりとか、斉藤の当時の農務大臣とかね、出てきましたよね。であれ自民党の中からやっぱりああいう声が出てくるっていうのは異常なわけです。それぐらいなりふり構わずありとあらゆる手を使って安倍さんは何をしようとしてたかって言ったら、圧勝しようとしてたわけですよね。グーの根も出ないぐらい圧勝して、会見に向けて弾みをつけようと。要は自民党の中だけの総裁選なんですけれども、それでもなんか選挙は選挙だから、そしたらなんかもう圧勝すればやっぱり民意ここにありみたいに思わせて、それで行こうっていうふうに思ってたわけですよね。ところがそれがうまくいかなかったわけです。何が起きたかって言ったら、 55% しか地方票が取れなかったわけですね。 45% が石破さんに行っちゃった。でこれ深刻なわけですね。半分近くの自民党員の票が安倍さんに対してノーって言ってるわけですから、うっかりたまたま石破さんに投票するなんてことありえないわけですよ。それなりの決意がなければというのは、現職の総理大臣であれだけ締め付けをやっていて、もうどんな票でも取るぞって言って市議会議員が恫喝されたとか出てくるような、そんな話ですから、
その中で 45% 半分近くの人が意図的に安倍さんにノーっていうのをやったわけです。要はこれじゃ戦えない、この人はちょっと違うんじゃないか、あるいは安倍さんが勝つのは分かってるからせめてやっぱりそんなの全然いいと思ってないぞっていうのを示してやろうというような子たちで動いたわけですよね。でこれ安倍さんにとってやっぱり衝撃なわけですよ。あの圧勝するっていう話だったのに、で国会議員は圧勝できたわけじゃないですか。ところが永田町の王様ではあるかもしれないけれども人、ね、先に外に出ちゃうともう全然ダメっていうそういう状態になっちゃってるわけですから、裸の王様みたいな感じですよね、そういう意味では。でさらには沖縄で同じようにまあなりふり構わずありとあらゆる手を使って勝とうとしたわけじゃないですか。で今回は公明党創価学会もぐわっと動いてデマも飛ばしてなんだって言って、まあいつものことではありますけれども期日前投票にボン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 人乗っけてってやってっていうようなことをやって、それで大負けしたわけですよね。まあ逆に言い方すると玉城デニーさんが今までで一番得票を得て勝っちゃったわけですよね。でこれやっぱりまたとあの非常に大きな衝撃になるわけです。で今だからそういう状態の中で内閣改造が行われたってことになりますから、全体の基調を見るとまあだらだら安倍政権続いててこのまんまいつまで行くのっていうような非常にうんざりした感じで、下手したらまだこれからあと3年やるのっていうふうに思うとなんかもう目の前が真っ暗になりますけれども、いやそれは必ずしもそういうことではなくて、確かに形の上では参戦したけれども民意がこの政権を支持しているわけではないっていうことはやっぱりいろんな形でこう出てきちゃってるわけですね。でそのことのほころびっていうのがまた今になって内閣改造して改憲にアクセル踏むぞっていう体制の作り方に出てるわけです。だから昨年の5月3日の時と構造としては同じなわけですね。改憲のアクセルを踏んでるのは何かって言ったら政権のピンチだからなんです。だからあの下村博文さんだ甘利さんだ稲田さんだって言って廃品回収したみたいなのがまた出てきてですねまあひどいじゃないですか。だってあの、まあ、内閣入ってる人を見たってひどいわけですけど、片山さつきさんもまあなんか出てましたね、今日の文春ですか明日出るのかな、文藝春秋の記事で100万円のなんか口利きっていうのを週刊文春が出してるんですよ。だからやっぱりまた保守の中での、 やっぱりねこんなのもいいんじゃないのっていうのもあるんだと思うんですよ。安倍政権叩くとそれなりに売れるっていうのもあるんだと思うんです。まあ向こう側がやってくれる分には大いにいいと思うんで、まあ皆さんも応援してやってくださいあんな文春でもでですね、そんな具合なわけですよ。で分かんないですけどね、片山さんかなりなんかやばそうな感じで週刊文春の側もちゃんとなんか文字を押さえて報道してるみたいですから、もしかしたらクビになるかもしれませんよね。そしたら女性閣僚ゼロですよ。すごくないですか。ちょっと前まで女性活躍とか言ってたのにゼロかってすごいですけどね。まあどの局の女性をまた持ってくるのか知らないですけれども、いずれにしてもそんな具合でちょっとこうフラついてる感じというのはやっぱりあまりにも劣悪な内閣の顔ぶれじゃないですか。あの驚くのは何て言うんですか、また局を出してきたんだけれども今まで出せなかったような局がまだ閉まってたんだみたいな感じでですね、ちょっとびっくりしますよね。あのこれまでもひどい内閣だなと思ったけど、もっとひどいのがさらに出てきたっていうことで、あのでだから在庫一掃っていう感じはあるんですけれども、あの私は閉店セールって言ってたんですがなんか蛍の光が鳴ってる感じがするんですよ。もう閉じますよっていう感じで、あの思い出作りみたいなね。だからあの全員野球って言っててもそうじゃないですか。なんか全員野球っていうのはなんかね、あのみんなでやるんだみたいになってますけど、出てきてるのは局ばっかりで別になんてお友達内閣じゃないですか。でそれは何かって言ったらもう試合は終わるから最後にお前も代打で出てこうみたいな、そんな感じの全員野球ですよね。だからもう思い出作りになってる感じになってるわけですね。身体検査通ったと思えないような人たちがあのどん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 と出てきてるっていうことになりますから、うん、それはやっぱりそれだけ安倍さんが弱ってるってことなわけですね。要は派閥の領袖があのそろそろこいつ出さないとまずいんだっていうのを、強ければ跳ねのけられるのが跳ねのけられなくてあの出してるわけです。だから本当だったら政権取ってみればこんなん出さない方がいいっていうのが出てくるわけですね。でとっくに引っ込めとけっていうのも引っ込めらずにいるわけじゃないですか。もちろん麻生さんのことですけれどもまあ信じられないですよ、あの人がまだやってるっていうのは、うん、だから昔からいるクズと新しく出てきたクズが並んでるみたいな感じですね
いやひどいですよね本当に。なんかだからそういうような状況が出てきてるっていうのは、あの一方ではもちろん解禁行くぞ行くぞって言って確かに行きかねないぐらいの、まあ強心ぶりですから。ところが本当に行ける体制にあるかって言ったら普通に考えたらないわけですね。何しろ国会っていうのがまだ開会してないわけですけれども、開会するや否やすぐ出かけていっちゃうわけですね。で予算委員会もありますから、でスキャンダルがその頃まである程度出揃ってればもう予算委員会でフラフラになるわけですね。でまた外遊にちょっと救われてみたいなことをずっとやってますから、発議しようにも国会をちゃんとやってなきゃ発議って無理ですから。だから臨時国会っていうのは普通に考えれば、でこれ別に私が言ってるだけじゃなくてですね、皆さんもご存知だと思います、高田健さんももう普通に考えればこれありえないっていうことで、このまんまいけば参議院選挙で打ち負かせればもう改憲の危機はしばらくはもう心配しないでいい状態になる。自分でもこんな楽観論みたいなこと言うのっていうのは珍しいから人にいぶかしがられてるんだけれども、条件を考えていろいろ憲法調査会とかいろいろ見てたりするとそう思うってこと確信持っておっしゃってて、そうやって市民運動でずっとやってこられた方と私みたいに政治学者で見て全く分析が一致してるんですよ。でそれはどちらの彼にしても高田さんにしても私も別にあんまり楽観論ではないと思うんですね。どっちかって言ったら悪く起きる方の方を心配するんだと思うんです。これで別に皆さんに油断していいですよって話をしてるんじゃないです。もちろん暴発っていうかね、何しろここまで土地狂っちゃってますから、それは確かに何でもやりかねないっていうのはあるわけですね。ところがまあでもこちら側がちゃんと油断しないで、こんなところに民意はないんだと、さっさと退場する時でしょ、会見なんてありえないっていうになってくると、やっぱり向こうは相当フラフラ来ていて方向を見失いつつあるっていうのはあるんだと思います。でそれはですね、例えば創価学会に関してもそうなわけですよ。公明党というのは沖縄で負けたっていうのは創価学会公明党にとってもやっぱり大打撃なわけですね。あれだけやったわけですから。であれやってる時にはもう全国の組織を総動員をして、それで、奇妙な理屈をまた言ってたんですよ。ここで沖縄県知事選佐喜眞さんに公明党の力で勝ったってなれば公明党の言うことを聞かなきゃいけなくなるから救助会見は遠のくみたいな、わけわかんない、何言ってるかわけわからないんですけど、そんなこと言ってたんですよ本当に。でそれぐらいの奇弁を浪してまででも勝つっていうことを公明党のおかげだというふうに力を見せようとしてた。ところがあんなことになってしまった。でこの関連で言うともう一つ大事なのは、実はこれ公明党2連敗なんですよ重要選挙の。何かというと昨年の10月の例の希望の党の合流騒ぎの時に、あの時に公明党は議席を減らしてるんですね。で神奈川でしたっけ、小選挙区で1個を失ってるんですよ。で公明党というのはご承知の通り、何しろ大阪では維新と一緒で、東京では小池百合子さんと一緒で、国政では安倍さんと一緒ですから、勝って権力にいることしか興味はないわけですね。そのためには何でもやるわけです。でとにかく候補者を出したら全員が勝たなきゃいけないわけです。全員勝たないっていうぐらいしか出さないわけですけど、でそうやってやってるところが国政においても票が明らかに減ってきてる。でその理由は何かといったら安倍さんに付き合いすぎ、言いなりになっていて、もともと平和の党とかね、まああと腐敗、政治腐敗に反対してるから公明党って名前についてたわけですけど、公明政大の公明で、だからそれが戦争と腐敗の自民党と一緒についてるわけですから。でそれでやっぱり、まあ、中に良心のある人たち、創価学会の人だったり公明党に投票する人の中でも、まあ、もうちょっとまともなことやってると思って支持してきた人たちが、これさすがにおかしいんじゃないのということがやっぱり出てきてるわけですよね。で沖縄でも3割の人が出口調査でデニーさんに行っちゃったっていうことになりますから、あれだけやっぱりやってこうなってきてるっていうことは、安倍さんの言いなりになってるっていうのは相当まずいねっていうことで、だから選挙の後も山口夏男さんが球場会見について自民党と事前に相談しないとかなんとかって言い出したりしてるのは、やっぱりできるだけ距離を置いてるわけですね。っていうのは皆さんも選挙の応援したりとか
もちろん投票に行かれてたりしてると思うんですけれども、政治家の人っていうのは我々一般市民の想像以上に選挙しか考えてませんから、統一地方選4月になりましたけれども、あるいは参議院選なんていうのはもう今それしか頭にないわけです。でそれで考えるとやっぱりもうこのまんまいったら負けるぞということになっているので、その前に公明党が嫌がるような会見を一緒に出してくるなんてことはなかなかできないですし、しかも、まあ、これも高田さんも言ってることなんですけど、どう考えたってこれ下村博文だなんだとかって、あるいは憲法調査会の中もそうですけれども、理事を変えたりして船田さんとか中谷さんを下ろして自分の言いなりになる人を据えてっていうようなことをやっててっていうのは、これどう考えても国会の中で合意を作るっていう体制にはないわけですね。だ内向きに日本会議に対して要は攻め込むぞって、行くぞみたいな感じですね、掛け声だけずっとやってるような感じになってるわけですね。でもちろん実際にチャンスが訪れたら突っ込んでいきたいんでしょうけれども、むしろこれは無謀だなっていう風な空気に見えなくもないという、そういう状態に今なってきてるということなんだと思うんです。ですからまあ大事なのってやっぱりあれだと思うんですよね。敵を甘く見ないっていうこともそうなんですけれども、私過剰評価も良くないと思ってるんですよ。あんまり大げさに悪いことばっかり思って、それで元気がなくなっちゃったり、もうダメだみたいに思っちゃっても意味ないじゃないですか。で、一応学者、一応って言っちゃいけないんですけど、学者やってる私が本業は学者なんですけれども、言うのもなんなんですが、で別にこれ皆さんに対して侮辱してるわけじゃないんですけれども、一番頭いいやつって役に立たないんですよ変ないこと言ってますけれども、何を言ってるかっていうとですね、頭の回転の速い人っていうのは、でこれ学会でもそうなんですよ、一番頭の回転の速いやつっていうのはダメな理由をいくらでも追いつかむんですよ。だからやらないんです。だからノーベル賞の受賞とかで話題になってると皆さん気づきません？いつも必ずちょっと落ちこぼれだったり失敗した人が受賞するじゃないですか。要は頭のいい人はやらないんです。そういうこと受け入れそうなこととか売れてるものとかすでに可能性が見えてるものしかやりませんから。でもちょっと愚鈍なところがあって、それでまあちょっとこれダメっぽいけど面白そうだからやってみるかとかですね、自分はこれでいけるんじゃないかと思うから周りの空気が冷たくてもやっちゃうような人が、まあ実際のところ歴史を切り開いてるっていうところありますから。まあそもそもだってフランス革命、バスチーユ監獄突撃とかって、あの時賞賛あった人突っ込んでないですよね。変な話ですけど、マーティン・ルーサー・キングとかなんとかにしたってそうですよ。歴史を動かしてきた人っていうのは考えすぎない人たちっていうのは一つあると思います。やっぱり頭のいい人っていうのはダメな理由がいくつでも思い浮かぶので、やらない言い訳を作るのが上手なんですよ。でもちろんその最悪のシナリオっていうことであれば、全てのダメな条件が揃うっていうことは可能性としてはあるわけですね。ところがそれが一番可能性が高いかって言ったらそうでもないんですよ。でもこけるのが恥ずかしいとか嫌だとかいうふうになっちゃうと、そこでも足がすくんじゃいますから、自分なりの知力を絞って考えるけれども、最後の最後まで来たらこれもう行くしかないでしょという人たちが私は歴史を動かしてきたんだというふうに思ってます。でそういう意味ではまだ安倍政権今このような状況でいつ倒れるのかわからないし、まあ、うんざりしてくるっていうところあると思いますけれども、まあ、気分転換しながらですね、やっぱり王様は裸だっていうところっていうのをですね、浸透させていくっていうことをやれば、意外と早くですね、安倍政権を退陣に追い込んで安倍会見にもさよならっていうことは可能性として私は十分あるというふうに思ってます。でそれは何でかっていうとですね、やっぱり会見という問題がそれだけ難しい問題だからなんですね。でそれをやるっていうポーズは常に最後まで取ってると思うんです。そうでないと求心力なくなっちゃいますから。だけれどもじゃあポーズ取ってるだけでやれるものほど簡単なものかって言ったら、やっぱりそうじゃないんですね。で一番単純なレベルで言うと、今確かに衆参両院で3分の2を改憲派が取っちゃってるというのがあります。でとりわけその2016年の参議院選挙で残念な結果になって3分の2を、取られちゃったわけじゃないですか。自公、異合わせてとかですね、改憲勢力で。で、残念なんですけれども、だけれども正直言うとですね、いわゆる改憲派の政治家政党で3分の2を衆参で取られたっていうことで言えば、そんなのずっと前にもう取られてるんですよ。というのは厳密に言えば
かつての民主党とかでもいわゆる改憲派の人ってたくさんいますから。でそんなこと言ったらだって例えば枝野さんとか鳩山由紀夫さんとか、小沢さんももちろんそうですけれども、いわゆる改憲的な立場を取ってきた人っていうことは言えばもう90年代の後半から2000年代に入ったぐらいからは確実に改憲派の方が多いし、単純にいわゆる改憲賛成っていうことで言えば3分の2っていうのは衆参でもうとっくに超えてるんですよ。ところでなんでそれができないかって言ったら、一つには政党間の対立があるから、ぼんやり改憲した方がいいんじゃないかと思ってても野党が与党が仕掛けてきた改憲にそんな簡単に乗るかったら乗らないっていうことがやっぱり一つありますよね。でもう一つに安倍さんみたいな人が出てくると改憲反対が上がるわけです。見てればわかるじゃないですか、危ないなこいつだけにやらしちゃいけないって。あの九条の会の運動にしたってやっぱり安倍さんがあの政権を取ってから非常に大きくなるわけですし、でやっぱり安倍さん見てると、あこの人にやらしちゃいけないんだなって直感的に感じる人ってやっぱり多いわけですよね。で最大の理由は何かって言ったら、そもそも改憲賛成って何よっていう話なんですよ。私が皆さんに民法の改正に賛成ですか反対ですかって言ったら多分キョトッとされると思うんですよ。で民法のどこよって思いますよね。だってもし私が昔の家制度復活させるために民法を改正しましょうって言うんだったら、そんなのごめんだよと。そのもう一方で選択的夫婦別姓をやりましょうよっていうことで民法改正するんだったら賛成っていう人いますよね。だから憲法改正賛成ですか反対ですかってそもそもあんま意味がないわけです。どこっていう話なんです。でかつてで言えば九条のことを意味しているのが明らかだったんです。ところが九条をだけが話題になってた時代っていうのが冷戦が終わる頃に、それじゃあいつまで経っても九条改憲できないっていうので作戦が変わってきて、いわゆる改憲派がいろんな改憲論を言い出すんですよ。まあ、今でも続いているその環境権とか知る権利とか取ってつけたような話もあれば、今じゃとんと聞かなくなりましたけれども、90年代一番人気だったのは首相公選制の導入です。首相公選制の導入をやるために改憲するんだということを言ってた人が、まあ、これ正直言うと自民党の外の人ですね。鳩山由紀夫さんとかあの辺の人で、細川さんもそうですけど、あの辺の人たちが中心になって言ってたんですよ。ところが九条以外の改憲論っていうのは全部特徴があるわけです。誰も本気じゃないっていうこと、あのいわゆるお試し改憲で目先をそらして改憲もいいじゃないっていうふうにぼんやりとした空気を作りたいから言ってるだけであって、まあ必然性、切迫性、現実性がないわけですね。だからなんとなくですね、その頃から、まあ、皆さんもお感じになると思うんですよ。私はいわゆるあの護憲派なんですけれども、でもなんか護憲派っていうのは肩身が狭いみたいな感じあるじゃないですか、一時期から。だからなんか護憲派の人も、私は別に憲法を変える